トープガバリです。今回は、昨日なんですけどエアマックスの、都市シリーズ、何足でしたっけ、まあ、結構出たじゃないですか、何足か。でそれで、まあ、東京のエアマックス1が出たんで、まあ、一応それ東京のエアマックス1だけ、まあ、国内で発売されて、あとはまあ他はあの、ね、スニーカーズで発売されたんですけど、まあ、東京のねマックス自分変えたんですけど、やっぱりね並びが気になるんじゃないかな感じだったんだよ、こんな感じだったんだよ感をお伝えいたします。はい、まあ、最初ね僕、ナイキ並んだんですけど、まあ人がめちゃくちゃ並んでて、まあ、約ね1000人近くですね、めちゃくちゃ並んだんですけど、その時点で900人ぐらい並んでたのかな、まあ、900人ぐらいですが、まあ僕は900ちょいだったんで、それでまだあと10分ぐらい、まあ、時間あったけど、多分まあ950ぐらい並んでたのかな感でしたね。めっちゃ並んでました。まあ、ナイキ原宿でね用意された足数が、140とか150だったみたいで、まあ、めっちゃ並んでたですね。まあ、だからねこれだからやっぱ並びは面白いんですよね。結構ねあの自分の周りでは、まあ、全然並ばないんじゃないかなかな説があったんですよ。まあ数が多いっていう言われてたんで、まあでもねやっぱり東京っていう、あ、東京系の靴、まあ、例えばあの過去にアディダスのスーパースターとか35周年の時に東京とか、まあ、国シリーズが出たんですけど、そんなのとかね、あとはなんだろう、まあ、東京だと、あそうかエアフォースワンのねあの桜って言われてる木の箱に入った、まあ、上野の本当になんか俺もよくわかんないけど、まあ、一部の店舗で限定で発売されたやつとか、まあ、なかなかねこう東京っていうスニーカーってまあほんと数足しか出てないと思うんですよ。多分ほんと数えるほどしか出てないんで、まあ、やっぱりこうねこう日本人だったら東京の靴が欲しいんじゃないかなーかーなーがあるから、多分まあそれで記念に一足持ちたい感があってすげー並んだのかなと思います。はい、でまあその後ね僕まあナイキ終わってからまあアトモスブルー、あそこっすね、あのまあ表参道のあたりにあるやつなんですけど、そこ並んだんですけど、そこもやっぱりね、まあ、一応アトモスは店舗がいくつかあるから結構人が分散するじゃないですか。だから足数もまあ割と分散されるのかなんかもあって人も分散されてたんですけど、それでもやっぱり200人ぐらい並んでたのかな。で確か当たりが60とか70番ぐらいまでが当たりとかって言ってて、まあ、見事ねあのアトモスで、91番ぐらいを引いてしまいアウト でナイキ原宿でも、まあ、結局買えなかったんですけど、まあねあのやっぱりねこの抽選に行きたい感が、ね、僕なんか強いんですよね。その現場を見たいというか現場に行きたい感があってちょっとやっぱりね自分なんだか先行で買えちゃってはいるんですけど、やっぱ現場行きたいんじゃないかな感があったんで、あの行ってみたんですね。でまあそこでね知り合ったまあ高校生、大学生ぐらいの男の子からね、ちょっとね、まあ、水色のやつ見せてもらったんですけど、鮮やかですね、色がね。めちゃくちゃ綺麗で。で、なんか、ペロペロペロみたいなのがついてるんですよ、こう、なんか、このアイスグリーンのエアマックス。ペロペロっていうのが。そのペロペローがなんか、調子良かったのか、まあ、色も調子良かったのかわかんないけど、すげえなんか、その色だけ結構調子よくプレてるらしいです。はい。で、ちなみになんですけど、僕、東京以外にも一足変えてるもんがあって、まあ、そちらはね、また、近いうち、紹介いたします。はい。ということで、今回は、エアマックス1、東京、メイズ、並んでみた、でした。以上です。どうチャンネル登録、よろしくお願いします。そして、今回の動画が、マジ鬼ドープだったんじゃないかなー、感だったら、ぜひ、グッドボタン、お願いします。以上です。どう